探索しながらさ、最近視聴者におすすめされた漫画の一つで、なんかもう衝動買いで全部買っちゃったやつがあってさ、意外にちょっとね、ちょっと最近胸クソ悪い漫画続きでちょっと続いてたから、ちょっと面白かった漫画があって、それがね、あれだっけなんで忘れちゃったんだ、さっき読み合ったのに俺、おやすみぷんぷん、おやすみぷんぷん全14巻買ってしまいました。なんかね、アイアムヒーローとかそういうのが好きな方だったら絶対ハマると思いますって、なんか俺の好みをさ知ってくれて、知ったくれでのなんか知った上でのレビューをしてくれてさ、そうそうそう、なんか俺結構好きだけどな、ああいうなんか解釈がさ人それぞれなりがちのやつって。俺 Kindle で買ってる、もう全部 Kindle。 ただ結構ねすっきり、ああすっきりしたっていう気持ちにはもちろんならないから、俺結構ね、うつアニメとかうつ漫画とか結構好きだから、あれもうあれうつの時とか読んだ頭おかしい、あのね結構俺もあのねなんかちょっとやっぱ揺さぶられたよ。うん、でもさ人の心をさ揺さぶる漫画って俺すごいと思うから、人の心を揺さぶる漫画ってすごくない？あれ、なんだ、どうしたお前、久々だな。あなた、ありがとう、私を黄金樹のふもとに連れてきてくれて、ここなら私も自由に置ける、だから契約はこれで終わり、私は私の使命を確かめに行く、さよなら。ルーンを力にする術もトレントもここに置いていく、あなたが使命を制止できるように、ずっと戦ってきたんだもの、あなたはきっと王になれる、エルデの王に、エル、あれ、あれだぞ、エルデのワン、ここのコミュニティではあれはワンって読みましょう、エルデのワン。さあ行きます。